関する全てのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまで全て知れるマルチウェブサイト、アーバンスタイルフィットネス。フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方はぜひ遊びに来てください。皆さんお疲れ様でした。今回のトレーニングはどうだったでしょうか。まずちょっとこれから簡単にポイントだけ説明していこうと思います、はい。まあ、今回のトレーニングデイ2ということでアッパー、胸の上部を狙いました。で、一番最初お尻を一番高い状態に保ったまま体をねぐーっと下げました。この時に意識することは自分の顎を地面すれすれまで落として、その間お尻はずっと上に上げてください。そして顔が手の横を通過したら、さらに1段階前にグッと出した時にこのね胸にストレッチがかかります。1段階前に出すことによってより刺激を与えれるので、グッと前に乗り出してください。そのまま来た道を戻るように行きます。で、戻る時に顎がちゃんと来た道を戻るようにということで、低い位置を保って最終的に上がってきます。顔がね戻る時が一番難しいので、顔をスッと上げないようにしてください。そしてその後もっと難しいですね、ウェーブ、はい。このウェーブっていうのは、まあ、アッパーで、来た道
をそのまま次お尻をクッと下げたら顔を上げます。オットセイみたいにグッと、この時にめちゃめちゃストレッチかかります。でこれも同じく来た道を戻るので逆再生をしてください。これ戻り方が難しくて、あの戻る時はね結構みんなチートしがちなんですよね。チートって言ったらズルですね、ズル、はい、来た道と全然違う道を戻って帰ってきてしまう。これどういう風にして判断したらいいのかっていうと、多分一番いいのはスマホで自分の動きをムービー撮るのがいいと思います、はい、やはり見る方が自分でどういう動きをしてるかっていうのが分かると思うので、来た道を戻れてるかってことを意識してください。この時の注意点としては、しっかり顎と鎖骨、特に胸のこの上部あたりが地面ギリギリをするようにして最終的に戻っていきます。でこのまま来ましたね、このスライドね、上げるやつ、僕今回膝使ってるんですけど、レベル上げたいっていう方は足元でやってください。その分負荷がかかります。ここで注意点としては、腕を曲げている方の手であまり押して、やらないように、どっちかっていうとこの伸ばす方の腕の力でゆっくり体が落ちて、戻る時もこれを下げるようにして体を戻します。この曲げている手っていうのはあくまでも補助なので、こっちの力に頼らないようにしてください。頼らないようにしてください、はい、こっからぐーっと行く時もこの胸をねぐーっと引き上げるような動作が入るんですけど、この時に胸を使っていきます。でそのまま腕を下ろすようにしてぐーっと持っていくの で結構手のねここの甲に力が入ると思います。なのでここでぐーっと押すように指をねぐっと立ててもらっても構わないです。僕も立てていたと思いますけど、伸ばしての腕の上げ下げだけで体の動きを作っていきます。これを右左やっていって30秒の休憩、そして最初にやった4つの同じ動きをもう1セット休憩挟んだ後にやります。これも実にしんどくなってきます。デイ1でやったトレーニングとはまた刺激の入り方が違いますし、デイ1見てない方はデイ1見てください、はい、デイ1はどっちかというとこう全体的に効かせるトレーニングで、今回は特にアッパーこの上上部の部分を狙った、トレーニングをやりました。そしてこのトレーニングは今日はデイ2ということで、次デイ3として続きます。デイ3は次上部ときたので、そう下部に行きます、はい、皆さん楽しみにしておいてください。やっぱりまだ もっともっとやりたいっていう方、今回のトレーニングは3分半ほどなので、もっともっとハードコアにやりたいという方、もう一回行きますから、もう一回、はい、これはできる方でいいです。今おしゃべりしているこの時間を休憩だと思って、この後すぐにもう一回やるので、動きの確認も含めこの後見ていただいてもいいです、はい、というわけで行きましょう。Is it 54?
I'm gonna go to the bathroom.